昨日までおよそ1ヶ月にわたって続いたまん延防止措置、金沢市の飲食店では酒類の提供も自粛が求められるなど我慢の1ヶ月となりました。頼みて頼みてドライブスルーお弁当いかがですか。昨日金沢市内にある居酒屋の駐車場では弁当がドライブスルー形式で販売されていました。まん延防止措置で飲食店が休業や酒類の提供自粛を余儀なくされる中、昼の時間帯の売り上げを確保しようと先月から弁当の販売を続けてきました。ようやくっていう感じで、ようやく明日からお店の明かりが灯すことできるっていう思いで、明かりつけれること自体がもう嬉しく思ってます。明日からは通常営業ができるので、待ってるお客様たちにも美味しいお料理とお酒を提供できるっていうのが待ち遠しいです。はい、ありがとうございます。大丈夫ですよ。はい、1時間間見ていただけるんであれば可能です。はい。金沢市片町にある割烹たけし、4月28日には石川県が県内全域の飲食店に対して営業時間短縮の要請をしていたため、通常営業を再開するのはおよそ1ヶ月半ぶりです。去年も1ヶ月くらいかな。どうすればいいか模索して、お弁当の販売、テイクアウトのドライブスルーに出店したり、うちで販売したりとか、お弁当販売テイクアウトでなんとかしのいできました。社員の若い子たちはしっかりと雇用も仕事も与えることできて、まあ包丁も腕も心も錆びることなく今日の日迎えることできました。桂木さんはまん延防止措置が解除されても客足がすぐに戻らないと考えています。今日明けて今まで通りさーっていうふうにお客さんも戻るとはなかなか思ってないです。ただ明かりつけれること、お店営業できるっていうことで、僕はもう今嬉しく思ってます。割烹たけしではこれまでと同様に弁当の注文も受け付けているということです。